はい、今日は5月14日、まあ、午前10時40分くらいですね。能代というところの最後の一列を、新しい直巻き方法でちょっとやってきて、こっちに来ました。で、全部刈ろうかなと思ったんですけど、まあ、刈るまでもないんじゃないかということですが、一応対比するためにですね、買ったのと買ってないのとどのくらいの違いがあるかということで一列だけ借りました。はい、結構水位が上がってるんですよね。で、こっちは相変わらず水が溜まってますけど、まあ水が溜まっても負けるように一応したつもりです。はい、こっちの方が結構草生えてますね、この辺。その能代っていうところの最後の一列も結構草が生えてたんですけども、構わず巻いてしまいました。まあだから、手間はかかりませんね、そんなに。穴を掘って巻いて覆土してたのを巻くだけだから、尺を合わせてですね、尺合わせはもうどっちとも同じだからですね。はい、そういうことでちょっと、まあもう11時だからちょっとユンボのバッテリーを充電してたのでちょっとつけます。そういう作業をちょっとしようかなと思ってます。結構ここに移動するまでに、移動するのにエンジンかけて持ってきたんですけど、それまでは何ともなかったんですけど、再度ここでかけようかなと思ったら動きませんでした。やっぱりちょっとおかしいんですけどね。キャタピラーの前の左側、前進はでもギギ言う時もありますけど、動くのは動くんで、まあとりあえずはい、そういうことで、もみ巻き作業、直巻き作業はそういう状況ですということで、ちょっと撮影しました。で、今回から解像度を若干上げてますので、少し綺麗になるとは思いますけど、ちょっと、後で見てみないとちょっと分かりません。はい、一応終わります。はい、もみの直巻きをやってます。で、今午後3時、何分だったっけ、30分40分そのくらいだったんで、ここまで1時間10分ぐらいですもんね。だからだいたい2時間20分か2時間半見とけばこの一つの畝が終わりそうですね。だからここ12畝ありますので、24時間プラスアルファだから、3日だいたい見とけばここが終わるということですね。こういうやり方でやればということですあとはちゃんと出てきてくれるかどうかと、切ったのとそっちのが切らないでそのまま巻いたのがどのくらい違うかですね、成長とか。はい、そういうことを 見る必要がありますけど。はい、ではちょっとどんな感じでやってるかやりましょうかね。はい、向こうの能代の途中からこんな感じでやってます。これマーカーですね。これからこれが35センチです。
ここいたね。ちょうど割れ目だったから。まあいいや。ちょっとそれを勘案して。ね、こんな感じじゃなくて何か。はい、泥まぶしもみです。はい、これだけです。これだけの作業です。あんまり草が重なっているところはどかしてやってます。あんまり草の上はよろしくないだろうから。あ、入りすぎた、入りすぎちゃいました。ここまでしたよね。あ、また入りすぎた。よし。はい、これでワンセットですね。で、またこれを移動して、あ、ここもちょうど割れ目がありますね。ここ、ひび割れの割れ目。で、これを動かして、はい、これがちょうど4メーターに切ってますので、だいたい端と端を合わせると。若干こっちで取るか。はい、そしてまたもう一回撮影しますか。もう一回撮影しますかね。よいしょ。はい、合わせて、だいたい見てすれば、だいたいの落ちるあれはコントロールできるんですけど、めんどくさくなると大抵分で音だけで、頼りで、これに当たる音ですね、どのくらい入ってるということがだいたいわかるんで。して定規を動かすと、こういう繰り返しですね。はい、こういう風な感じでやってますということで。あとはちゃんと育ってくれるか、発芽してくれるか、育ってくれるかですね。はい、そういうことで、稲の時間巻きその2ですね。はい、最初の3段階にでやってた方式から泥まぶしもみをそのまま巻く方式に変えましたということで撮影しました。終わります。